ということなんでね、まあ、この動画も2分マナー撮ってことにはなると思います。とはいえ、多分、がっつりちゃんと撮影してる人から見てみたら、横動画の撮影とは思えない形相だと思いますけどね。まあ、ないはともあれ、何やかんや撮ったら、名作コーナー前来ましたからね。どこまで行こうかね。ちなみに、今回ね、その、企画いろいろと撮ってますけど、結局、この行き当たりばったくって感じでね、やってますけどね。あれですね、いろいろと案の企画あったんですよ。一つはね、限界タッグって言って、予算、ちょっと低予算で、あの企画組んで、京都に行こうかなっていうのを考えてまして、あの嵐山、電鉄か、嵐電の、ターミナル駅完全制覇の旅シリーズやろうかなと思ったんですけど、まあ、一貫性ゴールで、ゴールデンウィークで入っちゃったんですよね。ですのでね、これはちょっとめちゃくちゃ厳しいなと、いうことで、まあ、それはちょっと大変だなと、バチバチに混みそうですからね、このゴールデンウィークの反響とは。なんでちょっとこれはずらしてまたやろう、あの取りに行く機会を伺おうかなというですね。で、あとはね、その、もう最初から JR 西日本ターミナル駅シリーズ、完全制覇の旅でやるとっていうので、もう長友山も行ってるかって考えたんですけどね、まあまあこれね、行けるかどうか怪しいなっていうところもあるんで、えらい霧ね、ドーム、すごい、何も見えねえわ。こんだけ見えてんの、声が。画面の方が見やすいぞ。あれ、今日晴れマークだったのに、そっちの方全然ダメじゃん。ああ。何、放送車に行ったら何も見えねえね、怖いね。前にトラック1台の分かるかな、アキリ。2台いるの見えるこれ。っていうレベルですもんね。すごいね。雲の中に入ってく感じですもんね。さあ、順調に来てますけど、やっぱり行こうかな。長友津山はさすがに大変そうなんだよな。8時間かかりますからね、車で。それかあれか、和歌山の方を潰しとくっていう点もあるのか。そっちの方に行くのも手ではありますね。いやー、見にくいね。ほぼ日がの市街地のあたりのはず、上の東ですけど、何も見えないね、本当に。すごいな、今日。やべえ、音楽かけて。音楽をかけたいけど。その瞬間、撮れ高終わるんだよな。
まあでもいいか、まだなんか今日ですからね。ちょっと音楽でも聴きながら来てるところだ。ただだって5時半ですからね。けどちょっとロバでも行ってみようかなっていう感じです。あれやってもいいな。なんだっけ、なんかやろうと車系の企画で、バーサス四日市だ。あった。あれ確か中国自動車のどっかにあったよな。番組でどうも。問題ポイントに変。はい。やっぱカットしてるんですけどね。そう。カメラの固定ができやまん。先を急いでる旅でもないんですけど、何か無駄に止まるのは大嫌いなんでね、走り続けちゃうんですよね。まあ昨日は1時間17分です。どうしようかな。この前の JR 西本シリーズ完成制覇の旅のやつで行くと、大鳥屋和歌山市のあたりに確か残ってるんですよね。あと関西空港か。そっちを潰す旅にするのもありか。